王者にバット紹介される、うん、ああバットって仮想通貨ですね、バットね、あのバットね、うん、これね、今138円です、うん、はい、王子さんが紹介してくれた時って60円とか40円か50円ぐらいでしたよね、うんうん、100円も全然いってなかったですもん、あの時にもっとこう普通のロット掴んどきゃよかったのに、ああね、ちょっと小遣い程度ポツッと入れただけだった、うん、なんかしょぼい入れ方したから、うん、3倍ぐらいになっても全然嬉しくないそうですね、どうせ入れるならってことありますけどね、とはいえそこまで信じてもなかったしな、最近ちょっと私反省してるんですよ、そういう意味で反省してるんですか、ああ入れ方を、うん、あのしょぼい、要は遊びでもやっぱりしっかり入れないとダメだな、遊びでもしっかり入れろと、なるほど、遊びだからって1万円だけ入れたって何にもなんないですもんね。いやいや、1万円だからもう 3万円だけど3万円じゃないですか。3万円。普通にし、それで1年から10万円、20万円入れられる日あるでしょうか、うんうん。ね、勝つ時も負ける日もある。いやいや、うん。やっぱり1ヶ月分のマイナスなるぐらいの覚悟して入れる方がいいんじゃないかなと思います。ねえ、ね。30万、40万、50万、まあ、100万ぐらいボーンとね、入れてやっとこって感じですかね。でないと増えないですよ。増えないですよ。その感動する増え方しないですね。うん。で、最近ちょっと、ね、うん、反省して、ね。税金どうしようって悩むぐらいのも増え方はしないですね。いやいや、あの、税金は利益からしか持っていかれないんで、うん、とりあえず、たくさん稼いでから悩んでくださいよ。うん、あのたまに税金のことごちゃ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 言うやつ言いるじゃないですか、うん、はいはい、いやお前どんだけ稼いでんねんっていう、うん、イーロンマスクかお前はみたいななるときないかありますけどね、あね、それで語るぐらいまでいけたらいいなっていう感じね、感じであります。仮想通貨は税率高いですよね、うん、稼げば稼ぐもんね、うん、でもそんな最高税率に行くには相当稼いでますからね。あとね、じゃあ、そういや、一つだけ羨ましいなっていう話、羨ましいなっていう方ね、これ。ああ、これ見ましたよ。ね、なんか、ビットコイン盗んだ社員が、ね、実は盗んだ後にお金、ね、ビットコイン上昇しちゃって、なんか儲かっちゃってたっていう話。ね、これ発表された時は、わーっと大騒ぎしてましたけどね。これなんかあれでしょ、そのソニー生命の運用部門よか成績いいんでしょ、うん、まあ、いいでしょうね。いやいや、なんかそういう噂聞きますよ。うん、だって、半年で30億も買っちゃってんだもん。やってくれたなって。パフォーマンス最高って言って。最高って感じでね、いうのがあってね。まあ、何しろ夢がある世界だなってことあるけど、ね、こういう夢を求めてもしょうがないなってね、ありますか。なんか ね、自分でコツコツ稼いだ金だったら、そんな張り方できないです。できないですね。持ってきた人の金だからできるって感じがしますよね。うん、要はもう、鼻から自分の金じゃないっていう大前提があって、うん、半分溶かしてもいいっていう覚悟でも入れられてるわけですね、うん。仮想通貨に。そうですね。そしたら倍になってたみたいな話なんで、うん、ちょっと常人には無理です。まあそっちのね、仮想通貨の中のサービス作る人たちも、だんだん賢い人とかどんどん人材が今流れてってるよっていう、まあ噂ですね、これはね。コインベース。コインベース。コインベースです。アメリカの仮想通貨の取引所ですかね、これはね、うん。なるほど。今まではですね、ちょっとね、そのスタートアップっていう感じの世界だったんですけど、もう今はもうめちゃめちゃ賢い人たちがどんどんね、Google やら何やね、Facebook とかにいた人たちがどんどん流れていってるよっていう話だそうです。あ、優秀なエンジニアがそっちに行っちゃってるってことですね、うん、まあ、あんだけ金バカバカで、ね、儲かってるように見えたらみんなそっち行っちゃいますよねってところはあります、ね、まあやっぱり儲かる産業にみんな行きたがりますよ、うん、ね、それはまあ当然で、子さんが少ないじゃないですか、新しい、うんうん、事業の会社って。そうですね、まだ始まってからそんな何年も経ってないですから、うん、自分が活躍できる場所が、あのおつぼね様がいないわけです。おつぼね様はいないでしょうね、間違いなくね、うん、長老とか、そうそう、長老とかいないってね、そう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 、まあ、そんなことがあったよっていうのはね、話でしたって、ね、なるほど。
はい、というところで本当に終了したいと思います。皆様、今年もよろしくお願いいたします。はい、今年またガンガン動画上げていきましょう。ああ、ね、どんどんね、はい、そんなところでね、長々とお話ししましたけど、はい、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バハハイバハハイバハハイ、はい、どうもです。